さん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって。ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。
見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン。大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。それじゃあちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか？あの一家が食事を運んできたから。覚えてるの？ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。いや、やめて。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて、出てって。私を一人にして。私が悪いの。当然の罰よ。ミア、なんでこんな。
私に構わない。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾエ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って早く。安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。お前も家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。
ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいつ、どげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ、食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら、食うんだよ。なんだい、このクソ野郎が吐きやがったよ、ジャック。こいつら、うるせえぞ、マガルト。せっかく作ってやったってのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎、許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我が家にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。出ないのに出ていくつもりか。おいおい、一体どこへ行くつもりなんだ。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで。大事なものだよ。おいお前、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が。そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ。これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。
こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よせ。仕方ない。お前もここで殺してやるとしよう。何しやがるの？しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。どうだ、驚いたろ。こんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。わかるだろう。俺たち家族もあの子の力がもたらした。どういうことだって。誰がこんなもの。
正気かよ。そうだ、それでいい。やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。
さんもそこにいると思う。母さん、気をつけて。みんなあんたを探してる。ここから出て行きな。おい、嘘だろ、マジかよ。くそ、ここには入るなって言ったはずだよ。いいだろう、おバカのおちびちゃん、本気でやってやろうじゃないか。多分これだ。どう、血清は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。
なんで言ってくれなかった。悪かったね。で、結成は？いや、まだだ。でも作る材料なら分かった。 D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭？頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方は分からない。旧館は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて、見つけたらトレーラーで会おう。今のは何だ？何かあるな。捕まえちゃうよ。もう生き返ってくるなよ。こっちに来ないで。マジかよ。多分これだな。
パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。いや待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。タッチ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 。
しんでくれよ。よしいいか、ここらでちょっとしたゲームといこうか。といってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いやまあ、よくわかんねえけど。ゾイか、ゾイ、俺は後にして、今は時間がない。材料は両方持ってきたの。ここにある。これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る、もうすぐ来るわ。オッケー、二人分あるね。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも結成を打たないと私たちは出られない。ちょっと、一つは私のだよ。何をしている。道へ戻ったろ。お前はびっくり話をしてやるからな。
い、すごいぞ、ジャック。さすがにもう終わりだろう。イーサン、こっちよ。こいつに決定を使って。おい、普通助ける気か。大丈夫。はい。行こう。ミアが待ってる。結成を使った。あと一本しかない。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの？いいんだ。逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい。二人ともさっさと行って。一緒に行こう。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家。ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。イーサン、ありがとう。他に誰を選ぶって言うんだ。イーサン、ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないの。頼むよ。
は船か。どうしてこんなところに。おい、大丈夫か。今のは何だ。ママ、こっちだよ。今のは何なの？思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ！
これ見て。何？あれ、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃された時完成したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？近いわね。過剰体リセットしなきゃ。そっちはどうだ？吐射してる。体の質量以上に入ってるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになるから。今は一緒。エブリン、待って！見つけたか？ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。
艦内の緊急保安システムが作動しました。ここに来たの？エブリは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。奴はお前を信用してる。あのクソガキ俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、あら。エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にされた。これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでも、これからも。あなたと家族になんてならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。
あいつが待ってるよ。イーサン、イーサン、おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。
めて、イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげよう。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうした？時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ？おい、何してる？何のつもりだ？あなたを助けるの。早くここから出て。これ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ。ダメだ。ミア、やめろ！このクソガキめ、どこに隠れてある？
がない。亡くなってる、亡くなってるわ。私に構うな。全部お前のせいなんだ。これイーサン、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。I'm gonna go.